ね、これではダメですよ、これ前髪こうじゃないとダメですよ。あ、もうちょっと短くて流すってこと、はい、あとはもしかしたらボブが男受けいいんですよ。最近はショートもいけるんだけど、ベリーショートが人気なんですよ、相変わらず。そう、前、そうですよね。あと前髪パッツンがね、2番目ぐらいに嫌われるから。もうそうなんですか。はい、お願いします。あら、お5番じゃないですか。私15番ぐらいだと思って台がないと言ったらいうことになるんですよ。あ、すいません、ありがとうございます。私は13番です。13番。ああ、見えますか。5です。5、2月5日ですね。なんかこんな早い番号引いても特に。あ、でも狙い台は狙い台と言っていいのか、一応狙い台がちょっとよくわからないですけど。さあ、今回も始まりました、 S 女の M スクールというわけで、はい、はい、今回で4回目ですかね。はい、前回98点という高得点を服装が結構締めてましたよね。あ、惜しかったですね。あのね、体調悪いのに頑張ってたやつじゃなかった。そうですね、気持ち悪いって言いながらコーヒー飲んで、胃が朝から痛かったやつ。そうですありましたね。で、今平均点76点ということで、もう卒業できるんですよ、このまま。あと2回で押し漏れたから、私も卒業できると。で、新しく J ガール入るんで、J ガール入ってこれはもう頑張ってくださいね。応援します。頑張ってください。もう卒業する気満々だね。はい、今日わかんないけど、今日もいや高得点を目指そうかなと思ってるんで、まあ目標100点を取りたいですよね、この番組内で。一気にね、平均点上げてっちゃった方が。そうですね、卒業したいならあと2回ですよね。はい、あと2回ってことは3月でもうさよならすることになるかもしれない。ちょうどいい時期だね、卒業の時期だ。そうですね、お祝いの時期ですね。すごい。あ、でもほら今月誕生日でしょ、はい、そうなんですよ。今今回2月1日に撮影なんですけど、2月5日がなんと私24歳の誕生日なんで、まだ20代ギリギリ前半です。まだそうですね、まあまあまあ、私の誕生日の話はいいんですけど、まあ、抽選番号が一応取ったんですよね。私13番でした。私5番でした。結構早い、まあお互い早い番号でもなんか、ね、そうだよ、打ちたい台がバラエティコーナーに、1台。じゃあ私も変える？いいんですか、そういう方式。いいんですか。いいでしょ、だって2人とも打つんだから。あ、まあ、私特に別にそんなどうしてもみたいな。え、これいいんですか、これ変えるパターン。いいでしょ別に。え、ちなみにミラスさんは。私はもう番長2とか触れてるとかだと思う。でも一応3台から。そうですよね、台数はあるんで。関係者から言われてる。あ、関係者。あの下ネタの番組何って。フェアリンとのあの下ネタの番組は何みたいな感じですよね。そうなんか辰巳出版の人とかから言われる。どうしたあれ。私はね、マガジンからのないような目をされますね。もうあの番組見てないって多分思ってると思います。あ、見てんのかな。見てないんじゃないですか。見てない方がいい、ね、マガジンは。あれはもうサムネでやばいんで、多分もうこれ見たらもうやばい、注意しなきゃいけなくなっちゃうかな。そうですね、それ見ないかったことに強制卒業になっちゃうんで、会社の人見ないでください。してると思うんで、多分だからまあ触れられないですけど、やっぱファンの方からはやっぱね、いろいろな下ネタ番組ってね、全然下ネタなんか10分ぐらい撮ってないですよ。撮ってないですよ。実践結構やって頑張ってるんですよね。夕方まで実践して、ちょっとだけやると1000ゲームぐらい回してるんですよ。毎回3000ゲームぐらい回してるんですよ。はい、誰もそれ気づいてくれないから。そうなんですよ頑張ってるんで。まあだから今日は勝ってから、とりあえず。そうですね、終始をプラスにしたら100点に近づくんで。しかももしかしたらその実践がすごくいい、まあ、撮影だったら、撮影しか、あのその実践パートしか使わない可能性もありますもんね。そうなりたいでしょ。もう下ネタ嫌なんだよね。はい。嫌、はい、ですよ。どんどん過激になってきますからね。そうですね。うん、しかもその浅いじゃなく、浅い下ネタじゃなくて深い下ネタだけじゃないですか。男専用の下ネタみたいなやつから。はい。どう思いますかみたいな。知らねえよ、知らねえよみたいな。そう、はい、なんでまあそれ楽しみにしてる人もいるんで、一応ね今日も多分あると思いますけど、でも今日は結構ソフトだって言ってたんで。あ、はい、じゃあ実践頑張りましょう。今日はいい内容に。そうですね、実践頑張ります。はい、バラエティコーナー行くけど実践頑張ります。じゃあ今日は100点目指して頑張ってください。はい、頑張ります。はい、お願いします。頑張ります。おはようございます。履いて左とはここのことか。多分誰も行かないでしょ、番長とか。あれ2台だ、あ3台だけど、なぜか1台こっち側にある。な
やっぱ7揃ってるか。前々日32回当たってるけど超盤引いてるな。でも割と稼働はやっぱしてるんですね、番長2人気だから。こっち側にしよう。どうしようかな。ずいぶん回すね回すね。でもなんかそんなに常に死んでる感じでもないですね。これも2日連続プラって、あ、3日連続プラって、あ、すごい常にプラってるこの台。こっちはへこんだりしてるけど、いや、こっちにしよう。なんか常にこの台1週間ほぼプラス、あ、9日前はマイナスだけど、でも言ってもそんなに、あ、10日前もマイナスの。いや、でも10分の8お客さん側が勝ってるから、こっちにしよう。おはようございます、お願いします。こっちか、パチスロ、あ、パレ、こっちか、スロットコーナー、バラエティコーナーに行けます。なか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 ないんで、どうしようかな。巻き輪を行こうかな。ただ銭形もいいな、でもな、どっちがいいと思いますか、この3択。どよし、銭形行きましょう。銭形、一世風靡をした銭形。もう打ってる？いや、まだ打ってないです。打ってますか？打ってない。あ、これから打つつもりですどうぞ。あ、打ちますか？いや、私今まだカメラのセッティング中です。あ、了解です。じゃあ私主役はゼニガタ2打ちます。ゼニガタ、ゼニガタ久しぶりです。好きなの？割と好きですね。割と好きなだけでそれ言ったの、結構な勇気だね一回でもライター X でジャンバリさんのライター X では打ちましたね。定菓子、定菓子専門店で、そこのお店が。あ、そうなんだ、行ったら、行ってみたら。はい、そうです。朝聞かされて、じゃあ好きな台打ちますって言って、その時に選んだ台も主役は銭形だったんで多分割と好きだと思います。私自分で気づいてないけど好きなやつ多分割と好きだと思います。まあその台音ちっちゃいね。そうですね。オリンピアさんなんですけど、ね、割と設定されるのかな。ちょっとまあイヤホンつけてるからかもしれないですけど、割とちっちゃいですよね。だって私にも全然入ってこないもん。あ、じゃあお店さんがもうそういう全体的に音ちっちゃく、いや、そんなことないもん。めちゃくちゃブルブル聞こえるの。聞こえます？他の台は、ショットとかは昇格チェリー。じゃ私も番長2打ちます。はい、なんかね、割と稼働しててね。それは皆瀬さんがやっぱ座ったからじゃないですか？あ、違う違う違う、あの番長2のね、1週間 10日分ぐらいのデータ見たら、はいはいはい、結構お客さん側がほとんど勝ってる感じ。なんだろう、どういうことですかね。意外とそうですね、バラエティコーナーもそんな悪くなさそうですね。ねえ、もう4ゲームでチャンス目引いちゃったよ変更かどうか見たかったのすごい。こう思うと割とすごい音ですね。バジリスク、キズナの音が。そうだよね、3島離れてるんですけど、結構島離れてるんですけど、めちゃくちゃ聞こえますよ。あっちは音でかいけど、私の番長も超音ちっちゃいよなんですかね、なんだろう、古いからかな。ハーディスの音とかもすごいですね。そうそうそう、ま
またなんか弁当ね。ダンス。あ、でも番長の音が結構聞こえますね。これが音型やばいね。ゼニガタも。でもちっちゃくない？ちょっと。そのバディディスクとかに。コアバンジャマとかを最近打ってるからっていうか、コアバンジャマが結構でかいじゃないですか。なんかあのイメージで打ってるとあれ割とちっちゃいと思いますよね。うん。今ゴッドを打ってた人3人が3人とも私のことを見てたけど、もしかして迎え入れてんのかな。皆さんなんで今日ゴッド打たないの。今日ゴッド言ってください。だからまあ確かに結構割と私もゴッドを打つイメージと、皆さんも結構ゴッドを打つイメージあるじゃないですか。まあ被害者の会会長なんでね。ゴッドですか。ハーデス被害者の会会長で、副会長が中竹さんなんで。わー、確かに中竹さん、ね、めっちゃ負けてますよね。中竹さんが私は会長だと思うんだけど。中竹さんですか。でも裏番みたいな感じじゃないですか、中竹さんは。いや中竹さんが本当は会、私はだって打ってるもん。あのボス、本当の黒ボスは中竹さんで、2人でね、もう最終的にゴッドが亡くなったら、亡くなる前に、はいはい、あの1台買ってぶっ壊そうっていう話は進んでるね、この話。超ストレス解消になりそうですね。そう、もう2人で思うままにこう叩いて壊そう。いやでもそんなあれじゃないですかね。でもゴッドシリーズ信頼出ますからね。そうだね、ポセイドンね、はい、まだ出てないですかね、この番組、この放送時には出てないんじゃないかな、まだ。そう、3月21日が一応予定みたいな感じですからね、うん、ちょっとね、私チャンス目引いたこともあるけど、まあ、特訓には入らなかったのね。あら、ちょっと移動、隣まだ空いてるからとしてない。あれ、屋上行っちゃったな。今からちょっと前兆っぽくなってるけど、これで、あの、特訓入んなかったら隣に移動するわ。はい。あの台は入ったのかな、入ったか粘ってんのかな。もう一台反対側にあるんだけど。SM 相談室のコーナー来ましたよ。来ましたね。おやりさんの嫌いなコーナー来ましたよ、はい、もう今日はどんなのが来るんでしょうかね。何が来るんですかね。あ、やだ。あ、ちょっと、僕らスタッフちょっと反省ちょっとしまして、はい、ちょっともうえぐめの質問はちょっとやめとこうかな。お、だからマイクつけてセットして、わざわざその謝罪コメントを取ってるんですね。そうやって、あ、じゃあちょっと期待して、うん、今日の相談メールなんですけど、はいはい、メールはちょっとなくて、はい、ちょっとあのスタッフの悩みをちょっと聞いてほしい。ああ、すごい、はい、いいこと、はい、はい、お願いします。じゃあ僕なんですけど、はい、彼女がいまして、はい、10年付き合ってるんですよ、はい、でも結婚を考えてるんですけど、はい、未だに挨拶に行っていないんですね、はい、向こうの親の方に、はい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 、行った方がいいですか。またなんだそれ。どういう感じで話せばいいですかね。10年間ほったらかしにしてるんで。その彼女は10年間付き合ってる人がいるっていうのを親に言っている。お母さんは知ってるんですけど、はい、お父さんが知らないんだ。同棲してる？してないです。あ、同棲してないんだったらそんな怒られることはないよね。別にまあ10年ちゃんとお付き合いしてるんであれば別に、はい、大丈夫だと思いますけど。怒られはしないと思いますけど。10年間全く挨拶してないことに関しては大丈夫ですか、ね、別に。でも彼氏と彼女だったら、きちんと、はい、きちんと今からお話に行けば、うん、それはそれでなんかヘラヘラしながら行ったりするんだったらちょっと話は別ですけど、うん、10年ただ付き合ってたわけで、はいはい、でちゃんと結婚を考えたので、うん、逆にね、はい、よく10年も、ね、はい、付き合ってて、はい、ってなるよね、はい、真面目にね、真面目にっていうので、そんな悪い印象はないと思いますけど、ただ今更感みたいなとか。いやー、だって10年で何歳からお付き合いされてるんですか。18です。え、だったらやっぱ25を超えてから10年で35とかだったらまた話は別かもしれないですけど、10代からお付き合いしてて10年付き合ってるってことは機会がやっぱなかなかなかったってことですよね。
年数とかあんま関係ないと思いますよ、うん、はい。だし挨拶行くのにも、ね、熱意じゃなくて誠意があれば。ただこれがちょっと建前というか、はい、ほんまちょっとビビってるんですよね、お父さん。怒られるんじゃないかみたいな。なんか彼曰くその写真しか見たことないんですけど、怖さない。ウイグルに似てる。でも一回受け、だって一回打ち解ければっていうか、いつ行くんですかってなるじゃないですか。今行かないってなったら、じゃあいつ行くの。でもその壁をいつか越えなきゃいけないんであれば、もう今行っちゃった方が、それでダラ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 なって、また12年、13年、15年になった方が行きづらくなると思いますけどね。逆に10年経ったから、はい、みたいな感じで言った方がいいんじゃない、はい、やっと10年経って、はい、ついに結婚を考えましたみたいな。僕もしっかりとした収入と、あ、もう得られるよ、会社に入った、まあ、会社に入って、ね、っていう挨拶をきちんとしていけば大丈夫かと。大丈夫だと思う、はい、見た目によらずの人多いんで、はい、人間ね、そうだと思います。逆に話した方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、そんなにビビるようなことではないと思う、はい、で別に今子供ができちゃったとかじゃないですよね。そう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 、そうですね、はい、じゃあ、できちゃった前、できる前に行った方が、うん、昔の方とかだと理解は、うん、その方があると思いますけどね。なんか心配することは何一つとしてない、はい、逆に真面目に10年も付き合って、はい、ね、はい、っていう方が偉い。逆にあの帽子に6000円かけてる方がちょっとおかしいんじゃないかな。その被り方で言ったらお父さん怒るけど、はい、その逆にキャップ被っちゃうやつ、あの、そうなんですよ、よいよみたいな感じの帽子はダメです。この平らのここが、はい、ツバが平らのやつ、はい、ここにシールついてるやつダメですよ。ニット帽からこれにしたらしいですよ。帽子なしで言ってください。これは気をつけます、はい、あと最近髪の毛にもちょっと薄毛が気になるって。あ、本当ですか、はい、言ってプロペシアが大事だと思います、はい、ですって解決。ありがとうございます、ありがとうございます。全部解決。どうですか。それはね、生まれてみないとわからないんですよ。両親に聞いてこいみたいな。その時に私別に何もなかったんですよ。すごいやっぱいじめの対象とかなりやすいんだね。確かに。ちょっと見たことあるね、はい、何がだよお前、なんだよみたいなそうことはあるから、その子が末置きか、末置きですか、かもしれない。それか、通常いただきラッシュか。それ、いきます。いや、もうなかなか90ゲームで特訓入ってないの、全長だけ来てて、はい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 。で、さっき、まあ、いただき入るときに出やすい演出、あー、でもリピレス落ちなかったな、まあ、出たっちゃ出たんだけど、で、こっから多分特訓入ると思うんだよね。はい、もう92ゲームだけど、そういうことは、通常ラッシュか、末置きか。末置きっぽいですね。ここで入るね、多分。はい、入ります。いや、通常かもよ、これは期待しようかな。通常からのですか。いやー、なんですか、これ据え置きなんですか、これ据え置き臭くないですか。まあ、バラエティですからね、ここね、今日寒いですね。いや、演出が、演出ですか。当たった当たった。ってか、次回予告で外れないよね。 こっちは外れない、外れない、はい、まあ、9割以上あるはず。え、いただきじゃなくて、通常いただきから か、末置きでボーナスが当たってるかじゃない。いや、末置きボーナス固くないですか。とか言って、これ外れないよね、まさか。あ、大丈夫、オラオラしてる。怒涛のより出ました、おめでとうございます。とりあえず、はいはい、いや、これでいただきラッシュって言ってくれよ。行くよ。115ゲーム、せーの。あー、ボーナスだ。あら、やばい。これは強気か。マジっすか、こんなゲーム数で当たっちゃった。強気ですね。強気ですか。おそらくこんなところで当たんないでしょ。115だよ。やばい、今ちょっと見押しミスった。
点。私はジャックベルで8点です。暑い？暑くないですね。とりあえずチャンスゾーンには行きました。ヒーローチャレンジどうしようかな。まずはじゃあルパンから行きます。リプレイでボーナス期待度アップの頑張れ。頑張ります。ここをものにしたいな。ドンドン。うわー行こうよ。ドンドンあれ背景変わってない。これリセットしてたら 7,8 割で赤 BB 出てくるはずだから、これでバー出てきたらもうやっぱりあ大丈夫ですね。7です。はい、赤ビビ出てきました。いやでもね、たまたまだよなこれな。多分据え置きだよね。あマジかーい。はい、いた、いけました。いた、私も投資が5000円で。私も5000円。 お揃いですね。私今日早いです。まだ早いです。っていうか5000円も使ってんの。100何ゲームで149です。私の方が回ってないわ。ボーナスよし、もういただきぶっこもう。チャンスゾーンからの当選です。7を狙い、今165シングルぞろい。奈良公園行きたいんですよね。行きたい。因縁のあの鹿探しに。そうなんですよ、水瀬さんが足噛まれたっていう。噛まれて内出血して1ヶ月あざが取れなかったそういう話。え、熱い。おいくつの時ですか？それはね、多分ね、29、28だからもう6年くらい前ぐらい。5年、5、6年前ぐらいですかね。強制引いたぞ。まあまあ熱いですね。お揃え、コパンダ出ろ。出ないか、でっかいパンダしか出てこない。あー、そうだそうだ。え、何ですか？いや、私絶対この演出的にコパンダ出なかったから。はい、挟んで2画出してんのにそのまま押しちゃって揃えなかった。あ、いや、わざと強制で当たった。わざとのスタイルですよね。いや、リアルに絶対に下段に赤が止まると思ってバーって押したら、あ、適当に押したら押しちゃったって、せっかく揃う瞬間を見れなかったまあまあまあ、でもとりあえずは、はい、いただきました。ねかな。60ゲームかい。すごいいい音しますね。そう、私が揃えなかったおかげでこうなった。ダメでした。とりあえずすんなり150枚で終わりました。ただここで引き戻しをお願い。トイドン。あー、はい、あ、いた。とりあえずは8点。ダメそうだな。はい、あ、ダメでした。ダメでした。ダメでした。さよならです。とりあえず150枚で終了でございます。
に声でかいからね。ありがとうございます、すいません、ディスられてますよ今。あ、乗ることもあるからダメか、マジやばいなこれ、マジやばい、これはガチで終わる。いやー次のセットないかな、終わった263枚です。あ、よかった続いた、これ天国行ったら最高なんだけどな。いやー、やったー、377ゲームラインアットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。